はい、皆さんこんにちは。ミスターたけしです。多くのところで、緊急事態宣言を発令されてまして、東京都もですね、普段使っている体育館、もうここ数ヶ月ね、コロナワクチンの接種会場になったり、あとオリンピックのね、練習会場等で、使えない体育館がたくさんあって、なおかつ緊急事態宣言発令によって、東京都から連絡があって、使わないでくださいと。結局、大きい体育館でね練習をしないまま大会とかイベントを迎えるというね、未だかつてないそんな過酷なね状況が続いてますけど、多分まあ私だけじゃなくて、いろんな方々ね、ちょっと辛いね厳しい状況だと思います。でやっぱりこんな時に気持ちの問題だと思うので、いろいろ思ってもね、仕方ないので前向きにいきたいなと思います。今日はですねワンポイントアドバイスとして以前もやったと思うんですけど、トスコントロールね、これなんかワンスピンとかトスだとまっすぐ上がるんだけど、ツースピンとか側転とかダブルとかねちょっと大技になってくるとバトンが前に行ったりいろいろしちゃいますと、どうしたらいいですかみたいな質問がね、いくつか寄せられてますので、これありがちなのがながらトス、要するにトスを投げながらスピンをしたり、トスを投げながらイリュージョンとか側転に入ってしまうといろんなとこに行っちゃいますね。だからまずはトスをしてからスピン、トスをしてからボディーワークというね、この一連の流れ順番をちゃんとやってください。ながらは絶対良くない。ただねやっぱりね早く入りたいじゃんね、取るためにもトス投げてすぐスピンをしたいから、だからやっぱり、気持ちはわかる。ただながらをしちゃうとバトンがあっち行ったりこっち行ったりしちゃうの、こういう風にね。だからやはりトスを投げてからのスピン、ね、でそこの投げてからスピンとか投げてからボディーワークの入るこの 0.0 何秒をいかに早くするかによってこう起き上がった時に、ね、バトンが見れる取れるというね、そのタイミングが変わってくると思うので、大切なのはやっぱりバトン投げてから入る、ね、技に入るっていうことがとっても大事になってきますんで、よくね見かけますよね、こうなんかこうとかねトスがこっち行ってたりねいろいろすると思うんで、これはないように、ね、しっかりとトスをしてからボディーワークに入ると。あとトスが前に行く、比較的ね結構全般的に皆さんバトントワラーやってる人どちらかというと、後ろよりも前に行く方が多いかなと思います。バトンがこう前に行っちゃう人ね、これもちろんこの腕のね前話したかな、腕のコントロールと親指のねこれで変わってくると思うのね。ただどうしてもねそれでも治んない人はちょっと後ろ気味に投げてあげるといい、ね、いつもバトンが前に行っちゃう人はちょっと向こう正面でやろうか、ね、いつもこう行っちゃう人、ね、どんな技をやっても前に行っちゃう人は後ろ気味に投げる。本当に後ろに行っちゃった。でもそれぐらい本当に後ろに行くつもりで投げてあげると、技をした時におっまっすぐ来たっていうねことがありますので、無意識のうちに手が前に行ってる、腕が前に行ってる、いろんなね原因があると思いますね。まずは右に行く人、バトンがよく右に行っちゃう人はちょっと左に投げてあげる。そうするとあ来たっていうことがね起きますので、やっぱりね悪い癖を続けて何十回何百回やっても絶対にバトンは取れませんね。だからやっぱりこうやったら治る、こうしたらもっとうまくいくっていうね、前によく行く人は後ろに投げる、で右によく行く人はちょっと左に投げてあげるとかね、ちょっと自分でこの親指と肘をコントロールして技の練習をすると、あれ今ちょっと左投げたのにまっすぐ上がったとかね、そういうことが多分ねあると思います。これ結構ねバトン上手な人もね経験あると思います。でやっぱり最初はねトスとかワンスピンができるんで、だんだんこう自分の中でね壁にぶち当たるときが来ます。その時がやっぱ勝負だと思うので、その時にどのような練習どのようなトレーニングをするかによって上達がね変わってくると思うので、やっぱりただやるんではなくて回数をこなすんではなくて、ちょっと頭を使ってコントロールをちょっと意識してね練習されるといいかなと思いますね。まだまだ暑いからね今日も本当に33度、4度かな、東京は。ものすごい暑い日が続いてますけども、熱中症とか、あと、もちろんコロナもね、気をつけてやってください。私、今、マスクしてないですけど、常に二重のマスクしたり、移動の時はなるべく二重のマスクしたり、消毒もね、手の消毒2つぐらい持ってたり、常に、健康管理にはね、気を配ってるつもりですけども、それでもやっぱ感染する人はね、なっちゃうんで、やっぱり常日頃からね、ちょっと意識を持って、生活したいなと思います。それではまた、ちょっと不定期になってますけど、また見てください。じゃあねー、ありがとうございます。